はい、フォールアウト76続きやっていきたいと思います。本日、7月22日ですね。よろしくお願いします。ダブル変異が今日で終わりかな。ランチパック、ランチボックスいただいて始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ぬかわら丼ツアーから始めていきたいと思います。確認していきましょう。ワークショップまたキャンプに何かを作成する。アルミニウム、解体する。イベントを完了する。グールなしに受賞をする。スーパーミュータントを倒す。ターミナルをハックする。ライター、タバコ、または葉巻を集めるということですね。はい。まあ、ほいじゃまあ、始めていきましょう。はい。フレディ・フィアー、恐怖の家。グールなしに重傷を負わせる。達成です。はい。ウエストテック研究所で、スーパーミュータントを倒す。5。です。はい、ライター、タバコ、または葉巻を集める5を達成です。もうほとんどなんかダイナーとかベンダー巡りでしたね。はい、ターミナルをハックする、達成です。タバコを取ったところですね。ワトガになります。はい、ワークショップまたキャンプに何かを作成する5達成です。はい、イベントを完了する、達成です。いやー、このクエストのエビストバオブバーデン成果を取るためにめちゃくちゃ頑張ってね、昔ね。はい、そんな感じです。そんな感じでデイリーすべて達成ですね。あとまあヤオグアイとね、森林地帯イベント、ガラスももう持ってるん、ジャンク持ってると思うんだけどね。まあ、とりあえず今回パートはこんなとこで終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。